皆さんこんにちは、フランプールのボーカル山村龍太です。ドラムスの小倉寿司です。向こう道と向こう道がこっちですからね。あ、こっちだ、はい、フランプールボーカル山村龍太です。ドラムスの小倉寿司です。今回はアルバムですね、僕たちフランプールのアルバム、はい、エッグにも収録されております。収録ですね。収録されております、はい、収録されています。夜は眠れる会のミュージックビデオを解説します。はいはい、こちらはですね、フランプールには今までにはない、とてもロックな、曲な上にですね、アジンというアニメの、ね、主題歌ともなっておりまして、うん、もう再生回数は再生され方が半端ない、ね、半端ないね。1億とね。お、1億とね、大きくね、いきましょう。さあ、いきますよ。それではそんなミュージックビデオです、はい、どうぞ。はい、これね、こうコイントスをしてる、これがまたね、うん、伏線なんですけどね、うん、これテーマ何やったっけ、今回。今回のテーマはですね、うん、まあこれ見たら分かるんですけど、僕フードかぶってたり、うん、元気さんがあのなんかこう、なんていうの、なんていう顔隠すようなね、うん、マント和樹もなんかやってたり、うん、セージもね、あのカツラかぶってた。俺割と普通やった気するけど。普通でしたね。割と俺普通やったな。逃走グループ、うんうん、というの、まあ、アジンというのがその世界中から追われるっていうアニメなんで、うん、あのそれにちなんでです、僕たちもこう周りからね、周りの 目であったりいろんな視点っていうものをこう気にしてる、そこから逃れようとしてる、うん、逃走グループみたいなので、やっておるんですけども。これなんでフードかぶったんだ。これはね、フードはあの、まあ、その逃亡犯という意味もありつつですね、あのそのあれですよね。まあこのちょっと隠してるというか、うそれもなかったじゃないですか、顔を隠すみたいな。なかったね、うん、そういうところでちょっとちょっとこれ多分こっち側も映ってるのかな、映ってはいるけど、あ、ちょっとうるさいよね、ガヤがうるさいよ。こっち今回ここメインですから、そのいじりしていいぐらい面白いトークしてるいじりやめてもらっていいですか。やると思ってたけど、うん、そうなると思ったけど、このあ、脱いだこのなんか、うん、倉庫とか使ってね、横浜の工場跡みたいなところでやってて、この工場地帯サーチライトが映ってたりね、うん、これでも寒かったよな、11月ぐらいですか、12月ぐらい。おお、これ撮ってるの3時4時ぐらいよ。3時4時ぐらいやったな、確かに。俺らまだいいけど、バレリーナちゃんめっちゃ寒いやろな、これ。ね、このバレリーナというか、まあその堕天使夢の中のような、世界観をやってるんですけど、うん、まあ、これが夢なのか現実なのかという意味でも、うん、ちょっと違和感のあるね、異物感というか、というので監督、東司監督もすごい今はもう第一線ですよね、うん、で活躍されている方と一緒にやってますけど、これもなんかすごいスクリーンで、このだから CG じゃないんですよね、このそう CG やと思ってる人は思ったでしょうね、これ、うん、これすごい、その CG じゃなくスクリーンにプロジェクターで投影して、うん、自分たちの目の前に実際にある、そうってんですよね、うん、しかしここの工場の誇りがすごかったな、裏話ね、うん、山本さんがマイクスタンドポーンってやるたびに、あ、止まった、あ、ここね、あ、この自分の運命を変えていくみたいな、自分の手で変えていくという意味で、あのコインが ここまではそのあの一瞬なんですね、上げて最初の上げたところからの落ちるまでの一瞬のその時間の中でやってる、うん、ちょっとここ止めていいですか、はい、ここ忘れてた、これね、ちょっとここのね、このこだわり、この周りの音が止まって、周りの音が止まって自分たちが止まって、はいはいはい、また動き出すというね、なんかこの逃げ場のない中でさまもがき続けてる中で一瞬の安息というか休息が欲しいという歌ですから、このシーンっていうのはすごいこだわって何回も監督さんにお願いして、確かに止まったね、そう、あれ山の表情どこやったっけな、あそこね、あれどこやったっけ、
あれあそこどうやったっけ、あの表情。あれはね、今ね、うん、今話し出したけど、うん、あの表情ね、多分1分ぐらいのとこです。1分ぐらいやんな、それ忘れてたと思ってちなみに今言ったシーンはですね、うん、いやもうちょい行き過ぎ、行き過ぎた、行き過ぎた、あそこでしょ、あそこあそこ、分かるやろ。ちょっともう一回差し替えてください。早くしてや。もう一回差し替えてください。あそこでしょ。あそこあそこ。分かるやろ。うん、分かるよ。うん、あれはカズキがね、ふんと言おうとね、鼻笑う。っていうのすごいこだわりでさ、うん、めっちゃ言われて。何回も何回もやらされたところ、その音的にも鼻でなんかこう、みたいな。うん、世間を笑うみたいな。そう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 。この 1A のどこや、間かな、間行ったかな、違う違う、 B メロに入る前。今の表紙もなかなかないんだけど、どこどこどこ、やってみる、うん、どこの表紙、どこの、あ、ここ、うん、あ、ちょっと行き過ぎたそこや、うん、これなかなか、これね、これなんかこれだけをスクショしてファンの人がこの送ってきたね、送ってきた、確かに。でこの目みたいなの 見せてほしいみたいなのをちょっと俺も言ってたから、そういうところ、そのちょっと怖さというかさ、うん、行きましたね今今んとこやったやん、ここですよ。ふん。あ、ちょっと早かった。あ。はい、もうちょっと。もうちょっと。こういう感じね。これね。このシーン。うん。早かったな。もうちょいいらんのかい。あそこはね、あのはっていう、うん、意味でもね、すごいこのなんかファンの人が見てもすごいな、うん、あの。悪そうな裏フランプール、裏フランプール、裏山村みたいな、山村ね、あそこへんこだわってたな。この時やたらアプリしてたよねくだらない話やけどやってましたね、なんか脳トレみたいなアプリね、うん、あれをひたすら裏側でね、あのずっとやってて IQ を測るみたいなね、それをなんかメンバーみんなでこの休憩中にやってましたね、うん、やってましたね、確かに、うん、誰が1位になるかみたいなやつ、ね、こんな感じですか、まだありますか、そうですかね、というわけで、そんな、僕たちフランプールの夜は眠れる会、ミュージックビデオでした。これまたいろいろね、この他にもいろんなこだわりがありますんで、皆さん、たくさん見てくださいはい、お願いします。というわけで他のメンバーが解説します夏を止められた岩ロマンティックも、同じようにこんな感じで、僕らではないなくですね、他の2人がやりますので、はい、そちらもぜひご覧ください。よろしくお願いします。というわけで以上、フランプールボーカル山村隆太と、ドラムスの小倉誠二でした。